中国共産党機関紙人民日報が27日、北朝鮮の最高指導者金正恩総書記が2012年世界で最もセクシーな男性に選ばれたと報道し、西側メディアの失笑を買っています。人民日報が引用した情報源はアメリカの風刺サイトジ・オニオンだったのです。人民日報はこの情報を国際ニュースとして大々的に報じています。人民日報の英字版が27日、北朝鮮の金正恩氏を独占的に扱った記事を掲載し、世のすべての女性の憧れで、愛らしさと男らしさを同時に兼ね備えた稀有な存在で、世界で最もセクシーな男性に選ばれたと報道。信憑性を証明するために、文章とともに金正恩氏の写真55枚がスライドショーで掲載されました。人民日報のこの情報元は、アメリカの風刺報道で知られるサイト、ジ・オニオンが掲載した記事。金正恩氏が2012年世界で最もセクシーな男性に選ばれたとし、北朝鮮の独裁政治を風刺したのでした。しかし、人民日報の真の意図は何なのか知る由はありませんが、金正恩氏を大々的に持ち上げ、申し分のないファッションセンスと奇抜なヘアスタイルに、あの有名な微笑みと称えました。これには西側メディアも吹き出してしまいました。ジ・オニオンが毎年選出している世界で最もセクシーな男性には、シリアの独裁者アサド大統領、アメリカの巨額詐欺事件の犯人、バーナード・ローレンス・マドフ受刑者、アメリカのユナボマー事件の犯人、デッド・カジンスキー受刑者などが選ばれています。新唐人テレビがお伝えしました。美西人来说的为什么我们在这里中国当地三十五公布的有人说他是专制政治的政府以危险这个方法大于加法